古代の帝王らがこぞって求めた仙道の秘宝、丹薬。秦の始皇帝も自らを不老不死とするためその禁断の薬を望んだという。しかし絶大な力を与える丹薬は世に災いもなしたとされ、秦が倒れた後も戦や権力をめぐる暗闘の陰には必ず丹薬があったという。時は流れ、漢王朝が衰微した今、再び丹薬の輝きを帯びた暗雲が世を包み、各地の眠れる竜を目覚めさせようとしている。天下大吉！天下大吉！お助けくださりありがとうございます。あなたの傷が癒えてよかったです。見つけたぞ、不死の丹田を持つ者よ。Thank you.
これでようやくわしの宿願も叶おうて。あなたと一緒なら勝機はあります。その曲はお守りと思ってください。あなたの窮地を救ってくれるでしょう。これ以上の非道は許せません。行きましょう。手を侮ると痛い目に遭いますよ。Yeah!
直しのために立ち上がったはず。今では罪なき人を襲う賊になり下がってしまったようです。一体何が起きる。回り道を使いましょう。
この辺り何か落ちているかもしれません。をもたらす暗雲のようです。Yeah!
なたならきっと戦術もうまく使えるでしょう。だいぶ倒せたようですが、まだ油断はできません。そうだ、無事に彼らを追い出せたら私の家に行ってもらえませんか。改めてお礼をさせてください。
柱を率いる盗目でしょう。いや、そうです。勝機をつかみ取りましたね。危険な気配を感じます。お気をつけください。なんだてめえら。俺たちに歯向かうやつは生かしちゃおかねえ。へっへ、うち恋してみせろ。
な凄腕が嫌がるんだ。俺は人工将軍大剣領主の弟。兄者の信頼を裏切るわけには
てみせろ。見事は勝機をつかみましたね。これで村も救われ、我が手に何を落ちよう。王竜、噂にたがわぬ力よ。あなたはこの乱世を治めるのに必要な人。死なせはしません。